ですね、前回も大人気だったシーンの特集をしてみたいと思います。わー、今回はですね、なんかもう夏じゃないですか、サンダルどうしても必要だと思うので、サンダル特集をしてみようと思いました。いろんな種類のたくさんのサンダルご紹介していくので見てくださいね。でなんか結構靴って難しいじゃないですか、通販で買うのってこう足が痛いかどうか履いてみないとわからないので、そういった意味では結構詳しくレポートしていきたいと思います。でまず一つ目、私が自分で一番気に入って履いてるやつ、こちらです。シンストラップアンクルストラップサンダル2166円になります。このサンダルなんで欲しいかなって思ったかというと、今多分この形めっちゃ流行ってると思います。でよく見て、あの街でもすっごいおしゃれに見えるんですよ。ただ履いてるだけで、あの人おしゃれって思うとこの形が多くて、このね尖りが最高におしゃれに見えます。どこのブランドっていう感じがしないので、かぶってもまさかこれが2000円ぐらいだとはバレないっていうところがまたいいですね。で、細くてどうかなと思ったんですけれども、全然痛くなかったです。でクッションが結構効いてるので楽ちんで履きやすいサンダルでした。どうしてこのサンダル欲しいかと思った点がもう一個あって、なんか今ってカジュアルが主体の時代なので、カジュアルのワンピースとかやっぱりプライベートでも着るんですよ。その時にいつもだったら私こういう背が155センチで低いんで、絶対ヒールのあるサンダルを履く癖があるんですね、スタイルよく見せたいから。だけれどもカジュアルなワンピースにこういうサンダル履くとおばさんっぽく見えるんですよ。なんかちょっといまいちなんですね。それでペタンコのサンダルを買いたいって思ったんです。だけどペタンコのってカジュアルになりすぎて、なんかやっぱりね納得できないんですね。それがこれはペタンコで超楽ちんなのにスタイリッシュに見える、おしゃれに見えるっていうのがすっごく気に入ったポイントです。で車で怖かった、自分が外反母趾なのでこの骨が出っ張ったところに当たって痛いんじゃないかとか思ったんですけど、これしばらく30分以上お散歩で歩きましたけど全然平気で痛くならなかったのでおすすめです。で顔タイプ的には顔タイプなんでしょう、今顔タイプって私言いましたけれども、この YouTube って顔タイプ診断を中心にファッションとか髪型とかメイクについてご提案していく YouTube になってます。で顔タイプ診断って初めて聞いた方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、ここに8タイプが載ってますけれども、パーソナルカラー骨格診断の後にできた似合う服が分かる診断方法です。顔からイメージに合ったものを導き出すというもので、実際は定規で写真を測定をして計算をして出していくんですけれども、その診断方法を私が作りました。でそれをこう全国に広がっているので、お伝えしていく YouTube になってます。でこうやって尖ってるものってどういう人に似合うかなって言ったら、基本的には私もそうなんですけど、顎が尖ってるとか、なんか目が切れ長とか、どこかねシャープさがある方の方が似合いやすいです。なんだけれども結構おすすめなのが、可愛らしい柔らかい感じの方なんだけどスタイリッシュにこうおしゃれな感じにしたいという時にはね、顔周りよりも足先に尖ったものを持ってくると似合いやすくなるので、顔周りにシャツとか持ってくるとやっぱり合いづらいんですけど、顔から遠いところに持ってくる、これおすすめなので、ある意味オールマイティ、たくさんの方に顔タイプをおすすめしたいサンダルになってます。次はじゃじゃじゃーん、めっちゃかわいい、もうパールついてて見た瞬間褒められちゃいそうな可愛いサンダルになってます。名前はスウェード人工パールデコレーションアンクルストラップサンダル2409円になってます。いや安い、ほんとシーン安い。でもう皆さんもそうだと思うんですけど、安いのは分かってる、だから気になってる、だけど怖い、もうなんかどんなもの来るんだろうっていうのが本当不安だと思います。で私前回シーンやって大量に見て、そこですっごい変わったんですよ、考えが。意外にいい、そして
かなりいいなので、もうちょっと怖さがなくなったんですね。ただやっぱり靴は怖かった。やっぱ足に合う合わないって服以上に履いてみないとわからないので、そういったところで、これもねちょっとここがなんか痛くなりそうじゃないですか。で実際今動画で映って履いてる着が乗せてる方っていうのは私の足じゃないんですけれども、外反母趾になっていて、当たると痛いタイプの足の人です。ですがこれ履いて楽ーっていう一言が出てて、おすごいって言って、全然痛くないし、履いてるのっていうぐらい楽ーって言ってました。で実際にすごいクッション効いてるんですよね、ここが。で柔らかいので、きちんとこうカーブもしてて、すごくね楽なように作ってある。でここはカチャってこうはめて着脱式で、ただ結構大きめなので着脱楽かな。うん、で私これ見てねびっくりしたのが、映るかな、ここがめちゃくちゃ高見えするんですよ。いやすごいんです、これゴールドの入ってて、ちゃんとこう形もなんかこう立体的になってて、まさかこれが2000円台だとは誰も思わないと思います。そして楽って言ってたんで最高に可愛い。でおすすめはやっぱり顔が、目が丸いとか柔らかい感じの女性らしいタイプの方に本当おすすめで、フェミニンさんとかキュートさん、アクティブキュートさんで、フェミニン寄りのソフトエレガントさん、エレガントさんとかは本当よく似合うと思う。で靴もそうなんですけど、服にもテイストがあって顔にもテイストがあるんですよ。でそれを合わせていくとおしゃれに見えるんですけど、私のこの服に今合わせるよりちょっとね、女性らしいこういうレースとかに合わせた方が断然可愛く見えませんか？合ってるなーって、こう合わせるよりも似合って見えますよね。こんな風にねテイストが服にも靴にもあるので、そこを合わせてあげるとすごくおしゃれに見えるし、かつお顔の雰囲気、なんかこの感じ着てる人ってなんか女の子らしい丸い柔らかい感じの方かなって想像すると思うんですね。なんかそんな風にお顔立ちまで合わせていくと最高に素敵だと思います。3足目、じゃじゃん、まあおしゃれでしょこれ。もうサイト見てめっちゃ気になりました。はい、なんかおしゃれ見えすると思うんですよね。そして先ほどと同じ感じで私の服に合わせてみても、なんか雰囲気合ってる感じしませんか？でこれはですね、商品名はメタルデコレーションチャンキーマルス、2234円になっています。お色はブラウンとピンクあるんですけれども、このねチェーンがすごいおしゃれですよね。今アクセサリーもチェーンものっていうのがすごくブレスとか流行ってるので、リンクできたりして、やっぱり一番今っぽい飾りかなっていうふうに思います。で、ここもねヒールが太めで、高さはあるんですけど、このね着地点が広いのですっごい楽です。ヒールもある靴を選ぶ時のポイントがあって、ここの着地点の面積が広いほど足が楽になります。ヒールの高さだけではなくて、この着地点の面積に注目すると足が疲れる疲れないっていうのが分かるようになってきます。ただやっぱり着地点広いとカジュアルだったりとか、ちょっとポテッとした印象になるので、細見えさせたい時はやっぱりヒールを細くしたりとかすると、あとねこういうのすごいいいですよ。あとでまたご紹介しますけど、太いんだけど横から見ると細いので、パッと見た時はエレガントにこう足もスラーッと細く見える。だけれども実は広いので、こう着地点が絶妙に広さがあって、こういうのもねめちゃくちゃ楽です。これ10センチぐらいヒールありますけれども、履いてて楽なヒール、これがピンヒールといって、着地点が細いとすっごい疲れます。なんかこうサンダル買う時にそういったところも着目してみるといいと思います。
これなんかデニムに合わせても可愛いし、いろんなタイプの方に合うかなと思いますね。キュートさんとかになると強すぎちゃうので、アクティブキュートさんとか、それからエレガントさんとかもドンピシャハマるでしょうし、あとこうちょっとかっこいい系の方なんかも少し強さがあるので似合うかなっていうふうに思います。では次はじゃーん、かわいい、はい、ルーシュチャンキーヒールミュールサンダル1902円になっています。これ税込みですからね、あの税抜きだったら本当さらに安いって感じなんですけれども、このタイプ今季すごいトレンドですよね。履いてる方非常に多いと思います。でこれってやっぱりね、お顔立ちが女性らしい方中心に似合う、だけれどもちょっと可愛らしくしたいシャープな方にもさりげなく可愛くなれるので、おすすめのサンダルです。でなんで可愛くなるのこれがって言ったら、あのシュジュとかもそうですけど、こういう感じに見えると思うんですけど、こうやってこうギャザーがあってぷくっとするものって、ギャザーがないものよりも女性らしさが増すんですね。なのでこういったこう曲線的ななんか丸みが生まれるデザインというのは、柔らかさが増すっていう風に覚えておいていただくといいと思います。でこれね、なんかもう履いた時に包まれる感じがします。ふわっとしてなんかちょっとほっこりするような感じですね。試しに履いてくれている客側の方が、外反母趾だけではなくて扁平足というお悩みを持っていて、ここが履いた瞬間に痛くなる靴もたくさんあるんですって。なので硬い靴だともう履いた瞬間ダメってなるらしいんですけど、今日のこのシーンはどれもいけるって言ってましたそれぐらいもうまず履いた人が驚いてたのは履き心地でした。もうこの驚き、私もこれ履いた時に、いや不安だったんでね、スニーカー履いてこれポンって出かけたんですよ。いや長時間履けないなと思って、でも途中からこれに履き替えたら、もう帰りまでこれで歩いて帰ってたんですね。気づいたらそれぐらいなんか履き心地がいいっていうのが本当に意外なところでしたね。で結構この形流行ってるので、これ全然違うブランドさんのものなんですけど、もうなんかどっちが高いか、これ8000円ぐらいとかね結構したと思うんですけれども、いやこれ1900円ですからなんかそんな風にしてね、なんか高見えするし素材感も全然変わらないので、あこんな風に本当にいいんだなっていうのを実感しました。いや買いたい人、狙ってる人多いんじゃないかなって思うサンダル一つご紹介します。こちらです。マルチストラップアンクルストラップサンダル1708円。これブラックとベージュがあって、なんかこう女性らしい感じで履きたい方は断然ベージュがおすすめ。なんかこう足から浮かずに馴染んで、まあ、色だけでね柔らかく見えます。でもなんかこうピリッと効かせたいとか、なんか何にでも履きたいという方は黒の方がおすすめです。で履きたい人多いかなと思った理由は、やっぱりね一番楽あのスポーツサンダルってもうここ何年か定番だし、履いてる方めちゃくちゃ多いじゃないですか。で私あの顔タイプクールで大人タイプっていうところなんですけれども、大人っぽい方って基本なんかこう顔が丸顔よりは卵とか面長寄りな方の方が多いんですね。そうするとね、こういうベタっと丸いものよりもすっきりしてる方がなんか形的に合ってる感じしませんか？こんな風にね、もう足先までお顔の雰囲気に合う合わないって出てくるんですよ。でこうやって丸くなるほどカジュアルになるんですね。でこう分厚くなるほどカジュアルになってきます。ってなるとこれドカジュアルの靴だから履けないっていう思いを持つ方が多いんですけど、私今回シーンで必死で探したんですよ。どういう観点で探したかというと、みんなが履ける一番楽な靴探そうって思ったんですね。でどういう観点かというと、ここが細いの探しました。ストラップがここがね太かったりとかナイロンになるとカジュアルになるんですよ。でここが細いとこうそんなにドカジュアルになりすぎないので、
まあ、楽ちんでかつまだいける範囲っていう感じですね。履いてもらった人はもう本当に履いた瞬間これ買いたいって言ってました。顔タイプエレガントタイプなんですけど買いたいって言ってました。多分ね、買ってお子さんのお迎えとかご近所の公園とか絶対これで行ってると思います。で、私もこれ履きたいなと思ってます。やっぱりこういうの結局履いちゃうので。で、これソール太いじゃないですか。なんかね、重くないかなと思って心配したんですけど意外に楽ちんでした。で、一番私良かったなと思ったのがストラップがね、ここ丸くてちょっと見えづらいんですけど、ここがね、円形になってて肌に当たった時に痛くないんですね。で、かつこうふわっと柔らかいので痛いっていう感覚がゼロなんですよ。まあ、このストラップが痛くない理由の一つでもあるかな。で、ゴムなんでね、もうスポッと履いてこのままなんか川に入ってもいいし、ご近所歩いてもいいしって感じで、ぜひね、活用してください。で、一番似合うのは顔タイプフレッシュさん、あとクールカジュアルさん、もうこの方たちはドンピシャです。では次はこちらになります。もうね、顔タイプクールカジュアルさんに勧めたくて、もう見た瞬間これ買いたいと思ったんですけれども、ここがなかなかないデザイン、すごい可愛くて、なんか幾何学模様みたいな三角がいっぱいひっついてるんですね。すっごい可愛くてなかなか見ないデザインだなと思います。素材はね、届いてみて分かったんですけど、全部ゴムな感じだったんで結構 B さんっぽい感じですね。なので街で履く B さんだったり、もちろん海に行った時とかにもおすすめで、クールカジュアルさんドンピシャですけど、まあ、シャープさをどこか持ってる方はもう全般的に似合うデザインになってるので、大人っぽい方でもこうカジュアルに履きたい時にはいいんじゃないかなと思います。やっぱりね、先があんまり丸くなってなければ結構大人っぽさって作られるようになっています。で、これ留めるところがちょっと変わってて、なんかプチプチプチってこうはめていく感じなんですよ。で、ちょっとめんどくさいかなって思ったんですけど、なんと履いたらこのまま着脱できました。え、めっちゃ楽みたいな。なのでもうなんとなくふらーっと履いて歩いてっていう感じで履けるので、すごくね、楽ちんで、そしてなんかピリッとおしゃれ感が出るので、海に行く時だけじゃなくてね、ちょっと街でもおしゃれに見えるんじゃないかなっていうふうに思います。そして、次がこれ、まあ大人の女性って感じの、ヒールのサンダルですけれども、クリスクロススリングバックサンダル2403円になります。色がね、ブラック、グリーン、ホワイト、モーブ、パープルって結構たくさんあるんですね。おすすめはやっぱりブラックかホワイトかな。結構こう、なんでしょう、日々履きやすいのは色がない。今回そういえばベーシックカラーはほとんどほぼ全部でしたね。なんかやっぱり靴ってカラフルなものが服に合う合わないがバッグ以上に出てくるので、バッグの方が結構カラフルに履きやすい、持ちやすいんですけど、靴は割とベーシックな方がやりやすいかもしれないですね。で、これがですね、先ほどもちらっとお見せしましたけど、10センチヒール高いんですよ。で、高い靴って一ついい点はめちゃくちゃスタイルがよく見えます。もう足長効果抜群で、高いんですけれども、ここがこうなっていて、こっちから見るとスラッとこう綺麗に見えてるけれども、実は安定感があるというものなので、履いてて意外に履ける10センチヒール。そしてやっぱりクッションが効いてたりとか、ここも締め付けがそんなに強くなくて、ここで安定するんでね、結構履いてみたら履きやすいって言っててびっくりしました。で、あとね、感動が、これ一緒に見えるでしょ、ここ、実はここだけゴムなの。なので履く時にピッてすれば履けちゃうんですよね。だからそういう意味でもこう安定してこう履きやすいし、すごく思ったよりも楽なので、まあ、スタイルがよく見せたい方とか、こういうサンダルやっぱりきれいめな服のが絶対に合うので、きれいめな服をたくさん着る方にはおすすめです。なので基本的には顔タイプでいうと大人タイプさん全般が、フェミニン、ソフト、エレガント、エレガント、クールさん全般が似合うんだけれども、子供タイプさんでも何か結婚式の披露宴に行くとかね、ちょっときれいめな時にもおすすめです。まあ、サンダルは履いていい場所、ダメな場所ね、あったりしますけれどもね、ドレスコードで。
では次は、かわいいサンダルです。シャーリングチャンキースリングバックサンダル1961円になります。先ほど出てたこの、フェミニンさんとかね、そういった方にも特におすすめのサンダルと似てるんですけれども、より履きやすい、華やかさはこっちパッと履いた時にパッと華やかで、こっちの方がより履きやすい理由としては2つあって、ここの幅、ここがこっちの方が狭いんですよ。なので広い方がね、ふわっと丸い感じが強く出るので、ある意味目立つ。でこっちの方が自然なので、あの曲線的ですけど、これオールマイティでどんなタイプの方にもお似合いになる形になっています。でもう一点、これよりもあのより履きやすい点としては、色がねパッと見白なんですけど、こっちベージュなんですよ。でベージュってこう私が持ってても肌なじみがいいと思うんですよね。なので靴だけが目立つってことがなくて、なんかこう明るく見えるけど自然な感じで馴染むので、結構こう履きやすい感じになっています。で白とかベージュって靴履いてるとなんで抜け感が出るんですよ。なので履きたい方って多いと思うんですけど、買えない人も多いと思うんですね。なぜかというと汚れるから。もう靴って日々履きたいのに汚れるって、なかなか高いものって勇気出ないと思うんですよね。でそんな時にこれ1961円、もうなんか汚れてもいいかなと思って買う分には、白ってすごいおすすめなので、あの例えば白いデニムとかもそうなんですけど、ホワイトデニムとかそういった汚れそうなものほど GU とかお手頃な価格のお店で買うのが私は結構おすすめで、それでもうガンガン履いちゃう。そうするとね、いいかなっていうふうに思います。これすごいこうバーニングが履きやすい感じですね。ヒールの高さとかも、あとこういったところもこう細かくね、高見えするようにこうラインとかが入ってて、ほんとすごい。こういったところをよーく見てみても、あれちょっと言うとこないなみたいな、もうちょっと指摘したかったんですけどね。クッションも入ってるし痛くないしバッチリだと思います。はい、あのただね、開けた時にシーンの靴は結構匂いがパーってするので、私は結構こうお家のベランダに置いたりして日陰のところで匂い飛ばしをしばらくやってました。なんか気になる方はちょっと飛ばすといいかなと思います。そして最後、じゃーん、これもお気に入りです。ミニマリストチャンキーヒールミュールサンダル2031円。色もね、いろいろあるのでチェックしてみてください。私、買った中で一番高く見えるのはこれだと思います。絶対に。何かというと、あのね、高く見える、安く見えるって、形もあるんですけど、やっぱり素材感って大きいんですよ。で、素材感がこれってなんか本物のレザーっぽい、ツルツルじゃなくてね、本当のレザーっぽいようなちょっとこう細かい感じで入ってるんですよね。これがリアリティがあってすごい高見えします。え、これいくら ?2031円、いや絶対1万円は確実に、私は多分1万9000円でも買ってると思います。この形大好きで結構自分で持ってるんですけど、なんで大好きかというと、夏はね一番履きますこの形。なんでかというと、まずストラップがないのって痛くならないし、すっごく楽です。なんかもうあの軽くこうこの辺にずらせば、あの机椅子座ってる時とかね、楽に過ごせますし、いかようにもできるんで、こういうねミュール型ってほんと楽で、かつ、ここがこうストランプになって細い感じのものってこうきれいめに見えるんですね。他のところのやつでちょっとこう持ってるやつ、教会にあったやつをねちょっとこう比べてみると、これすっごく良い点が、ここが細くてちょっとスクエアになってるんで、よりおしゃれっぽく見えるんですよね。で履いた時になんか足も細く見えるというか、なんか華奢な感じに見えて、こういうものってここが太いほど生活感というかベタっとした感じになるんですよ。ただ逆にここ全部細いと痛いんですよ。でここは太くて、こ
ここが細くなってるんで、履いた時は細見えがしてるんだけど、履いてると実は楽、そしてヒールもある程度あるで高見え、いやこれはおすすめです。はい、皆さんもうちょっと長くお付き合いいただいてありがとうございました。もうささっと撮ろっかなと、 YouTube 撮ろっかなと思ったんですけど、なんかもう良くて熱弁、そして細部がやっぱり皆さん知りたいと思ったので、いろいろご説明してしまいました。で、シーンね、見るんだけど選び方わからないっていう方多いと思うんですよ。私もね、皆さんに先生どうして、そんな風に高見えするものを選べるんですかって質問をすっごくたくさんいただいて、無意識に選んでたんで、どうやってんのかなって自分で見返してみたんですよ。そしたらね、皆さんやってる方多いと思うんですけど、自分でいいなと思ったのをまず最初に1個見つけたら、その後下の方にサイトでおすすめっていうのが出てくるんですよ。似たようなデザインがいっぱい出てくるんですよ。で、そこをどんどん見ていくと、いいものがどんどん見つかるようになっていきます。なのでね、逆に分かりづらかったなと思うのは、人気順に並べ替えるやつ。人気順って並び替えられるんですけど、あれにすると多分上位に出てくるのが結構外国の方が買ってるんじゃないかなっていうような、これ本当にいいかなって思うものが意外に上位に出てきて、もうその時点で気がなえるんですよ。なのでそれよりはパーッと見て、なんか良さげだなって思うものからその下に行っておすすめをいっぱい見る。あと高く見えるか安く見えるかとか、大きさとかデザインを確認するのはやっぱりこうどれだけの人が買ってるかとか、その実際の一般の人が買った着画っていうか写真、それすごい見ますね。それ見た瞬間、あ、これは安く見えるなって思うのは私今回注文してません。なんかそんな風にして、実際のサイトで見るだけじゃなくて、リアルな人のものを見るっていうのは重要かなっていう風に思います。はい、参考になりましたでしょうか。これからもまたいろいろやってみたいと思うので、こんなシーンやってほしいとかあったらリクエストしてください。よかったよという方はいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。